今週の株式市場ですが、日銀の金融政策決定会合ですとか、アメリカの FMC、こういったところが来週に予定されている中、今週発表される経済指標を睨みつつ、景況感や金融政策への思惑で相場が動いていく展開となりそうです。またですね、相場の視点がこれまでの企業業績から、まあ、移っていくことにもなりますので、利益確定売り、こちらにですね、押される場面も増えそうです。 では、日経機のですね、今後の値動きのレンジですとか、相場のポイント、こういったところがですね、どういう点にあるのか、本編の動画で皆さんと一緒に考えていきたいと思います。皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所の土下です。この動画では、テクニカル分析の視点で、足元の相場の状況ですとか、今後のポイント、こういったところを皆さんと一緒に見ていっています。 このままですね、この動画をご覧いただきまして、もし気に入っていただけるようでしたら、いいね、もしくはチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思います。それでは早速ですけれども、先週の振り返りからしていきたいと思います。 ご覧いただいているのが日経平均の冷やしチャートなんですけれども、先週末ですね、3月8日の日経平均の割値が39,688円といったところでですね、ちょうどチャートを見ていますと、先週末のローソク足こちらでしたので、週足ベースでですね、220円ほど株価下げてきたような形です。 なので、ずっとですね、上昇基調続いていたんですけども、6週ぶりですかね、週足ベースでまあ下落に転じたといった形になっています。ただ、その一方でですね、週間の値動き見てみますと、このように4万円台をですね、超える場面というのがまあ目立っていたというところで、先日ですね、バブル期につけた最高値を更新してきて、まあ、さらに4万円を超えてきたというところで、ちょっと未踏の領域にですね、株価を踏み入れると、 いった動きもあったんですけども、まあ、週末にかけてまあ失速していったといった形になっています。前回の動画でもですね、紹介したんですけども、確かにこう、今年、まあもしくは昨年からですね、株価上昇、特に2月に入ってから、このようにですね、3万6000円水準から一気に4万円、4000円近くですね、株価上げてきたわけなんですけども、上げ方がですね、このように大きなロうソク足が出てですね、一旦こういう足の短い足が出てきて、 また長いですね、ソク足が出てきて、足が短いロソク足が集中して、また大きなロソク足が出てきて、足の短いロソク足が出てきて、また足が長いロソク足が出てくるって形ですね。結果としてはですね、強い上昇ではあるんですけども、傾向として株価が上げ続けるといった局面が少なかったということですとか、あとはですね、足が短いロソク足が出たことによって、あまり下げないといったところで、押し目も作らなかったといったところで、すでに株を持っている人からすると、ウハウハではあったんですけど、 まあこれからですね、この上昇ト取れるので、売買しようとされる方からするとですね、非常にタイミング取りづらいといったところで、あまり上げ方としては良くないといった話をしました。でですね、先週もですね、やはりこう方向感、4万円台をですね、まあ、超えるような場面、見えてはいたんですけども、まあ、週末にですね、まあ、失速してたといった形ありますので、ちょっとですね、上昇の勢いに限りが出てきた可能性があるといった点は、頭に入れておいた方がいいのかなというふうに思います。またですね、この1週間の動き、 このようにこう見ていきますと、ちょっと拡大したんですけども、3月7日の木曜日ですね、長い陰線が出てきてるといったところで、これが非常に大きな意味を持っているというところです。まあ、どういったところで意味を持っているかなんですけども、一つはですね、この長い陰線の前後のローソク足との関係性です。で、前の日のですね、3月6日とこの長い陰線をつけた3月7日、この2本のですね、ローソク足の組み合わせは、いわゆるですね、 包み足、抱き線と言われる形で、天井圏で現れるとですね、相場の転換となることが多いという組み合わせになっていると。しかもですね、翌日の8日。 この長い陰線の中でですね、まあ、ね、動きが行われてきたといったところで、いわゆるこちらは腹見足といったところで、こちらもですね、やはり天井圏に出てくると、相場のですね、天井を示すことが多いというふうにされている線ですので、この3月7日のですね、長い陰線を基準として、まあ、いわゆるこう、抱き線と包みや腹見足ですね、が両方同時に出てきたと。しかもですね、この3月7日のこの長い陰線につけた高値というのが、この週のですね、高値でもあると。 言ったところと、あと、この日1日の値動きがですね、1週間の値幅でもあると。 といったところありますので、非常にですね、気がかりなローソク足として機能してると。となってくると、この後もスケジュール感見ていくんですけども、相場の視点がですね、来週に控えている日銀の会合ですとか FOMC、こういったところを踏まえてですね、相場の視点が企業業績から金融政策、もしくは景況感の思惑にですね、移っていく過程においてですね、利益確定売りに押されやすくなるといった点をですね、想定しておく必要があるのかなというふうに言うことができるかと思います。 それを踏まえてですね、あらかじめ今週の相場の値動きのレンジですね、見ていきたいと思うんですけども、ご覧いただいているのは、この動画でも何度となく紹介しております。75日移動平均線の乖り率、ピンク色の線の推移ですね。 これをボリンジャーバンド化したものをご覧いただいているわけなんですけども、先週末のですね、移動平均線帰り率、プラスの10.61%といったところで、3ヶ月間の値動きの中心線である75日移動平均線から足元の株価というのは上方向に10%帰りしてますよという状況となっていますと。 で、この帰り率の推移をですね、過去遡っていくと、直近でですね、一番帰りが進んだのが、昨年の夏場ですね、6月16日の13.19%といったところで、実はですね、先週これに迫るところ、12%台までですね、帰りが進む場面があったといったところで、さらにチャート遡ってもですね、やはりこう12、3あたりでですね、頭打ちになっているといったところありますので、ちょっと帰りの修正が進みやすいんじゃないかというところです。で、今週のですね、値動きのレンジなんですけども、 の相場の基調の強さ、まあ、これが位置されてですね、上方向を目指すのであれば、ちょうどこのボリンジャーバンドのプラスの西グマ、13%台ですので、ここまで上がってきたといったところを仮定するとですね、先週末の75日同平均数の値、35,479円。 これをですね、13.82%帰りしたところ。4万円をですね、ちょっと超えたたり。4万飛んで380円。これがですね、上値の目となってくると。で、反対にですね、下げていった場合なんですけども、当然このプラスの1シグマですとか、もしくはこの移動平均線、中心線ですね。ここまで下がってくると。で、過去ですね、この帰りが進んだところ、見ていくとですね、帰りが修正されるタイミングで一気にですね、このオレンジ色の中心線まで。 下がっていくという場面がですね、ここに見られますので、もしかするとですね、3万8000円台の前半、もしくは3万8000円割のところまでですね、株価が下がるかもしれないと目先についてはですね、想定しておく必要があるといったところです。でですね、今後の相場の視点といったところもですね、まあ確認していきたいんですけども、これについてはですね、前回と変わっていません。 まあ、三つほど前回の動画ではポイントを挙げました。一つはですね、半導体 IT 株の動きといったところで、ソックス指数見ていきましょうというところですね。で、続いてはですね、アメリカの景況感ですとか、まあ、金融政策の思惑、こういったところでですね、金利ですとか景況感の影響を受けやすいラッセイ2000、この動きも追っていきましょうと。あとはですね、日経平均がですね、まあ、どちらかとこのネガサ株の動きにですね、左右されやすいといったところで、まあ、日本株全体のですね、 まあ動きというところで主力バリュー株が中心であるトピックス動きを見ていきましょうといった形です。で、昨年のですね、10月末を100としたそれぞれのですね、まあ、株価指数の推移並べてきたんですけども、ちょっとソックス指数がですね、週末にかけて下げてきたと。 で、日経平均もですね、ちょっとそれ連動する形で、ちょっとこう上値が伸ばしにくくなってきていると。でラストル2000は引き続き堅調さを保っていると。トピックスもですね、じりじりと上がってきているといったところありますので、ポイントとしてはですね、今週はこの半導体の動きですね、ソックス指数の,この調整っぽい動きがですね、今週も続いてしまうのか。 で、二つ目のですね、ラッセル2000。まあ先ほども申し上げたように、金融政策のイベントがまあ来週控えてますので、こちらのラッセル2000の動きもですね、このじりじりじりで上がってるんですけども、この基地維持できるのかどうか、この2点がですね、特に注目されてくるだろうというふうに考えられるかと思います。でですね、まあ先にこのトピックスの方も見ていきたいと思うんですけれども、このスライドのタイトルにもありますように、株価の足取り自体はですね、日経平均よりもまあしっかりしてるなといった印象になっています。 で、まあ、3月7日にですね、まあ、比較的大きめの陰線が出てきて、その後ですね、やはりこう下げて終わってはいるんですけれども、日経平均にですね、こう抱き線ですとか、まあもしくは腹見足、こういった形はなってないといったところもありますし、あと週足ベースでですね、トピックス上昇がついています。まあ、日経平均は下落に転じたんですけども、トピックスが上昇がついているといったところですので、前回の動画でもお伝えしたように、まあ、日経平均の値動き荒れる場面、まあ想定される中で、トピックスが崩れない限りはですね、そんな 心配する必要がないととったところなんですけども、こういった基調がですね、今週も続けられるかどうか、これがですね、ポイントになってくるといった形です。でですね、トピックスについては、先々週末ですね、この節目の2700ポイントを超えてきまして、それをですね、比較的こう維持しているといったところもですね、日経平均と比べると足取りというのはしっかりしているのかなといった印象があります。 で、トピックス上げ方もですね、一段高した後、揉み屋を続けて、一段高した後、また揉み屋を続けているといったところもありますので、一気にですね、こう加速度的に上昇しているような印象というのはありませんので、そういった意味ではですね、このトピックスが堅調さを保てるか、まあこういったところがですね、引き続き注目ポイントかと思います。 でちなみになんですけれども、顕著に動いているトピックス、まあ最高値までの距離感ですね。ここもちょっとウォッチしていきたいと思います。先週末の終わり値が2726ポイントでしたというとこですね。これまでのトピックスの最高値というのが1989年の12月18日、この日の2884ポイントですね。まだ距離あるんですけども、じりじりとその距離を縮めているといった形です。この図をですね、紹介したのが前回、前々回だったんですけども、前々回で では10%ほど上昇するる必要があるよとで前回ではです、ね、8%ほど上昇する必要がありますよというお伝えしたんですけども、今回は、ね、5.8%との位置までその距離を縮めてきているといったところがありますので、トピックスのです、ね、最高値更新までのこの道のりっていうんですかね、この基調が続けられるかどうかというところもです、ね、引き続き注目されるかと思います。 で、続いてですね、先ほどの指数の比較のチャートで見てきた半導体株の動きというところで、これについてはですね、ちょっと注意が必要な状況となっています。先ほどもですね、日経平均のまあ冷やしチャートで大きな陰線が出てきてると、で、それによって、まあ、脱気線、腹見線が出てますよと話したと思うんですけども、NVIDIA のですね、冷やしチャートを見てみますと、週末のですね、8日にまあものすごく大きなですね、陰線が出てきて、いわゆる脱気線、包み足が出現して、 といると言ったところで、ちょっとですね、目先の天井をつけたような印象になっていると言った形です。で、まあこの。 陰性の大きさなんですけども、チャートをですね、こう過去を見ていきますと、ここまでですね、大きな陰性をつけている場面っていうのが、まあ、見られないというところですね。この日のですね、NVIDIA のまあ値動きなんですけども、この高値と安値、この値幅が100ドル超えてるといったところで、それを見てもですね、かなり大きな値動きだったことがわかるという点ですね。あとは NVIDIA なんですけども、直近では2月の21日に決算発表しまして、 株価ですね、上昇したんですけども、決算後のですね、株価上昇で、まあ、出会い線。これもですね、天井圏出てくると、ちょっと注意が必要といった話をですね、この動画でも紹介しました。なんですけれども、ちょっと天井サインをですね、打ち消す格好で、まあ、2月の23日の高値も超えてきてですね、まあ、要は、NVIDIA というのは、まあ、ここ直近でですね、天井サインが出ては打ち消されるといった動きしてたんですけども、じゃあ、果たして今回もですね、 こういった、いわゆる、こう、抱き線というですね、天井サインを打ち消して上昇できるかといったところが注目されるんですけども、これを打ち消すためにはですね、この、まあ、今ちょっと塗りつぶされているこのレンジ、ここを越えていく必要があると。 なってきますので、となってくると、まあ、これまでと違ってですね、ちょっとこの天井サインの打ち消すには、さらにこう一段高していかなければいけないといったところありますので、ちょっとハードル高くなっているなといった印象がありますので、となってくると、上値をですね、追いづらくなってしまったということであれば、ここまでのですね、株価上昇の勢いがあっただけにですね、どっちかというと、上値の余地と下値の余地を比べたときに、上値をトライするよりも下げ幅ですね、ここで利益をこう、 取った方が、まあ、儲かるんじゃないか、みたいなですね、短期的な上をく働いたりすると、思ったよりもですね、株価が下がってしまうといった点には注意が必要かなと思います。で、またですね、じゃあ、ソックス指数そのものはどうなのかといったところもチェックしていきたいと思います。ソックス指数もですね、週末の大きな陰線が出てくることによって、打き線が出てきているといった形です。あと、このチャートなんですけども、多重移動平均線というのですね、ローソク足に重ねています。 じゃあ、この多次移動平均線何なのかなんですけれども、とにかくですね、この移動平均線をいっぱい描いてきて、トレンドの方向感ですとか、強さを見ていきましょうといったチャートになっています。でマーケットスピード2のですね、基本設定というのは、2日から28日間の移動平均線ですね。これ2日刻みでやっていくと。 つまり、二回動平均線、四回動平均線、六回動平均線といった形でですね、28日移動平均線までの14本の移動平均線をチャート上に描いていると。でそれぞれ色分けされてますので、非常にですちょっとカラフルな印象なんですけども、まあ即死数ですね、まあ、昨年の10月、ここを底としまして上昇基調続けてるんですけども、時折ですね、 この移動平均線の束のですね、下限のところまで、まあ、株価が調整する場面が見られているという形ですね。こういう状況なんですけども、となってくると、足元ですね、移動平均線の束が広くなってますので、上昇トレンドを強めている格好ではあるんですけども、ちょっと目先のですね、天井線に出てきているといった形ありますので、トレンドが転換するといったところまではいかないかもしれないんですけども、その反対にですねこの上昇トレンドが続いたとしてもですね、 この移動平均線のですね、加減のあたりまで株価が調整するかもしれないといったところはですね、ちょっと押さえておきたいポイントかなというふうに思います。でですね、半導体関連株についてもちょっと見ていきたいと思うんですけども、こちらアメリカのですね、半導体関連銘柄の水移較。こちらはですね、 昨年末を100として、まあ、現在まで、まぁ、あ、大体こう3ヶ月ちょっとぐらいですね、動きなんですけども、足元でですね、ちょっとこうやっぱり NVIDIA にしてもそうですし、ARM にしてもそうですし、AMD、ASML、あと C3AR、あと Intel ですね、ちょっとこう下落目立ってきてると。で、特にですね、ARM については決算を受けてですね、大きく株価上昇する場面あったんですけども、その後上で伸ばせてないと。 なので、こう、値動き、激しい中で上値が切り下がってるですとか、あとこの C3AI ですね、こちらも決算で大きく株価跳ねたんですけども、その後上値を伸ばせてなかったりですとか、ちょっと値動きにですね、バラつきが出始めてるといった点には注意が必要かなと思います。 で、国内も同様ですね、日本マイクロニクス、東京エレクトロン、ディスコ、アドバンテスト、東京大化工業、等は野村、マイクロサイエンスといった形ですね。ちょっと主要なところ持ってきたんですけども、やはり足元でですね、ちょっと下落目立ってきているといったところありますので、注意が必要かなと思います。 続いてですね、二つ目のポイント。まあ、ラッセル2000見ていく前に、アメリカの景況感ですね。こちらもウォッチしていきたいと思いますで。先週末にですね、ちょっと注目されていた2月の雇用統計ありますので、そこの結果というのをざっ ままとめてみました。ポイントはこう3つほどあるんですけども、1つはですね、非農業部門の雇用者数が前月と比べて27.5万人増えましたというところで、これについては予想の20万人を上回ってきましたと。あとですね、前回35.3万人だったんですけども、これをですね、22.9万人に下方修正されてきたといった形です。 で続いてですね、失業率が3.9%といった形で、まあ、予想の3.7%上回ったんですけども、25ヶ月連続で4%下回っているといった状況ですで。続いて平均時給ですね。こちらについては前年比で4.3%上昇、前月比で0.1%上昇といった形になっています。 で、前回と比べるとですね、今回の伸びというのは鈍化していると。で、予想もですね、前月比については若干下回っていると。で、前年比ではほぼほぼ予想通りといった形ですね。なので、全体的にですね、強いものとそうでないものとかですね、入り混じる結果というのが、 今回の雇用統計の結果というところですね。これを受けたアメリカ株市場っていうのは、まあ、一旦ですね、下落で反応はしているというところなんですけども、まあ、相場を崩すほどに至っていないといったところありますので、引き続き景況感ですとか、金融政策の視点というのは、今週発表される消費者物価指数と交流売,売上高の方に移っていくといったことが言えるかと思います。 あとはですね、アメリカ大統領選挙の影響というのも、まあ、出てくるのかなというところはありますね。まあ、これちょっと長い目で見ていく必要があるんですけども、例えばこの平均時期の伸びですね、思ったほど加速しなかったというところで、まあ、市場に安心感もたらしてるんですけども、まあ、その背景にあるのが移民労働者の存在がですね、賃金の伸びをです、ね、抑制させている面があると。 で、ただこの移民問題については、アメリカの大統領選挙においてですね、まあ、結構政策論点の一つに挙げられてますので、この移民政策が厳しめになったりとかしてくるとですね、この平均時期は伸びてくるといったところもですね、まあ、考えられますので、ちょっとこれについては長い目でウォッチしていく必要があるといったところが挙げられるかと思います。 でですね、失業率なんですけども、今回3.9%といったところで4、4%いかなかったというところあるんですけども、これもですね、結構前の動画でも紹介したんですけども、これ失業率の推移と、あとこのグレーで塗りつぶされている部分がアメリカの景気交代局面です。 で、この失業率がですね、そ、まあ、底打ちして上昇に転じるタイミングでですね、ほぼほぼですね、漏れなく景気交代局面にしているとなってきますので、足元も失業率がですね、底打ちして上昇一つつあるといったところありますので、過去の傾向からするとですね、景気交代局面入りすると。足元の相場というのは、まあ、ソフトランディング前提で動いてはいるんですけども、過去の状況からするとですね、まあ、そんなに楽観はできないのかなというふうなことも言えるのかなと思います。 しかもですね、このアメリカのですね、雇用というところで、ちょっとこう、視点を変えた図を持ってきました。これ何かというとですね、フルタイムの雇用とパートタイムの雇用というところです。ちょっとですね、こう、メモリの軸がですね、右と左で違うんですけれども、過去のこう景気交代局面見ていきますと、フルタイムがですね、低下する一方で、パートタイムが増えてくるといった傾向が見られていますと。で、今回もですね、このフルタイムの雇用が 減りつつある中で、パートタイムの声が増えてきているといったところありますので、こういったところもですね、引き続きウォッチしていく必要があるのかなというふうに思います。でですね、今週の後の予定もですね、ざっくり押さえていきたいと思います。左側が国内、右側が海外なんですけれども、国内ではですね、春闘の集中回答日というのが13日の水曜日に予定されています。 ですので、まあ、来週のですね、日銀の会合を、ま、睨む上でですね、賃上げの動向というのが、ま、注目されてくるといった形です。で、かたやですね、海外の方見ていきますと、本日ですね、まあ、アメリカ株市場の方が、サマータイムの取引開始というところで、まあ、日本時間で言うと、10時半過ぎぐらいにですね、始まっていくという形ですね。あとは、S、S&P500 の銘柄入れ替えがあるといった形です。 で、あとはですね、12日に市場が注目している消費者物価指数ですとか、あとは14日の木曜日に交流利上げ高が出てくるといったところありますので、こういった経済指標の結果を睨みながら、金融政策の思惑でですね、株価の水準感を探っていくといった展開が想定されるかと思います。でですね、 その CPI についてなんですけども、これご覧いただいているのが、アメリカの10年再利回りの推移です。足元ですね、ちょっとこう低下傾向になってるんですけども、それでもですね、4%上回るところに位置しているといった形です。で、前回なんですけども、まあ、2月の13日に CPI 発表されたんですけども、そこでですね、思ってる以上にインフレが高止まりしているといった結果が出まして、アメリカの10年再利回りがですね、一気に4.3%台までですね、上がっていったといった場面がありましたので、 で、今回もですね、やはりこう結果次第ではこの10年さ利回りがです、ね、上がって株式市場のですね、売り材料となりかねないといった点がありますので非常に注目されるかなと思います。 でですね、もう一つなんですけれども、じゃあかといってですね、現状アメリカのソフトランニング見通しがですね、揺らいでるかというと、そうでもないのかなといったところですね。金利ですとか、景況感の影響を受けやすい、中小型株で構成されているラッセル2000の動き見ていきますと、実はですね、先週末の動きなんですけども、 節目のですね、2100ポイントを超えてきてるといった場面がありました。終わり値では維持できなかったんですけども、取引時間中ですね、まあ超えてきてるといったところありますので、要は FRB がですね、利上げを開始した2022年の3月ですね、この時の株価水準のところまで株価戻してきて、しかも2100ポイントを超えてですね、さらにチャートの過去に遡ったところ、2200ポイントも上、 ここのゾーンに株価が持っていけるのかどうかといった点ですね。これが注目されてくるという状況かと思います。とはいえですね、ちょっと足元の株価につきましては、上昇の勢いというところがですね、ちょっと限りありますので、ポイントとなってくるのは、まあその利益確定りがどこまで出てくるのか、あとは株価が下がったところでしっかり買いが入ってくるのかといったところありますので、ちょっと最後にですね、ニューヨークダウと あとは S&P500 のですね、トレンド。こちらもですね、ウォッチしていきたいと思います。こちらもですね、先ほどソックス指数で見てきた多重移動平均線ですね。これをニューヨークダウで捉えたものになっていきます。 で、こちらのですね、ニューヨークダウンもですね、やはりこうトレンドが出て、今年の1月半ばにかけてですね、ちょっと株価頭打ちになって、多重移動平均線の影のところまで株価下がる場面がありましたと。で、その後ですね、やはりこう時折ですね、この影の線、株価試す場面があって、それに伴ってこの上昇の角度というのがちょっと緩やかになっていけると。 しかも足元ですね、この下限の線あたりでですね、株価が踏みとどまっている。しかもですね、移動平均線の束のこの幅、ここもですね、狭くなっていると。しかも Mac2 もですね、ちょっと下向き強めているといったところありますので、この MacD がこの0ドルラインですね、この緑の点線、ここを下抜けるような下落を見せたりするとですね、詐欺が加速するかもしれないといった点は押さえておきたいポイントかなと思います。 続いてですね、S&P500。こちらもですね、同様に捉えていきたいと思います。で、S&P500 につきましては、入浴ーーダウよりもですね、意外とこの多重移動平均線の幅というのを保っているような形になっています。足元もですね、それなりの間隔で移動平均線の束構成されているような格好なんですけれども、この S&P500 につきましては、 チャートのですね、メモリが示すように200ポイントずつ、まずはこの4600ポイントから上がってきて、4800ポイントでですね、こう上に押さえられてきて、このもみ屋を突破して、次は5000ポイント。で、足元5200ポイントトらライしているといった形で、まあ、200ポイント刻みでですね、株価がこうリズムを刻むような形で上げてきていると。 となってくると、S、S&P500 については、根を保ってですね、揉み合い続けて、5200ポイントを超えていけるかどうか。これがですね、焦点になってくるかと思われます。で、下段の MacD 見てもですね、シグナルと MacD のクロスをこう繰り返しながら、一定のですね、この50ポイントそのあたりでこう、うろうろしていると。 横ばいついてるという状況ですので、こうなんだかんだですね、こう目立った強さはないんですけども、こうひたひたと上がってるといった形で、上げ方としては悪くないんですけども、ただこれがですね、一旦大きな動き出てくると、その大きな動きの出た方向にですね、相場が動きやすいといった点はですね、ちょっと押さえておきたいポイントかなというふうに思います。解説は以上になります。また来週もですね、こんな感じでやっていきたいと思いますので、ぜひともご覧いただければと思います。またですね、 楽天証券の投資情報サイト、トーシェルでもテクニカル風ン火山という週中のレポートを毎週月曜日にアップしておりますので、そちらも合わせてお読みいただければと思います。えー、それでは、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。